あの人はお金と時間が自由があって余裕があるのかな？お金と時間を自由にゲットするセミナーで、私たちが真面目に働いてても豊かになるのは本当の理由をお伝えします。これは能力と収入を比例せず、収入は働き方の違いで決まります。時間とお金に余裕がある。資格を使って働いてるとか、誰もが知ってる企業で、有名な企業で就職できて働いてるとか、別問題です。働き方次第なんです。真面目に働いて、額に汗水垂らしたら、なんとかお天道様が見てくれて、うまくいくって思ってるんですよ。それは違うんです。それは心の持ちようなだけで、物質的なお金が増えるってことはないんです。働き方の選択をする。で、働き方は何かっていうのを理解するってことが、ものすごく大切なことになります。経済的自由を手に入れてる人っていうのは、給料をもらう、収入を上げるっていうことを、概念で仕事をしてません。不労所得と言われる仕組みから得れる収入を中心とした仕事の仕方をしてます。お金がお金を生むシステムを作ることをやってます。労働収入型ではないってことです。真面目に働いてても豊かにならない本当の理由っていうのは、能力と収入は比例せず、収入は働き方によって決まるからです。もう一回これ重要なんで言いますよ。能力と収入は比例はしません。収入は働き方によって変わります。じゃあ、張さん、選択する目ってどうやって養うんですかって、この世の中の儲けの仕組みを理解することが大切です。どういう風なことをやれば儲かるのか、どういう人たちが儲けてるのかっていうのを理解する必要があるんですよ。なので、第2章では世の中の儲けの仕組みを理解せよ。世の中の儲けの仕組みが分かれば、もう働き方の答えが見えてくるんですよ。収入には2つあります。大きくね。まあいろいろもっとあるんですけど、大きく2つあります。不労収入と、で、ストック収入があります。これどっちかっていうのを選ばれてあるんですよ。不労収入っていうのは何かっていうと、時間をお金に変えること、給料を代表とした一時的な収入なんですよ。だから労働収益型、サラリーマンさんみたいに9時にタイムカードをして5時。で、土日祝日休み。年間休日、まあ123日ぐらいあって、有給休暇があって、年収が350万とか、自分の動いた分だけのお金で評価軸があって、ちょっとずつ上がるっていうのが不労収入です。コンビニの店員さんもそうだし、まあ、アルバイトさんもそうだし、ウーバーイーツさんの配達員もそうだし、で、ストック収入型っていうのは、時間を先払いして、後から継続して得る収入です。これ何かっていうと、株式を持ってる。お金で株を買って、配当だったりとか、あとは、まあ、家賃収入ですよね。土地を買って、上物を建てるのか、まあ、マンションごと買っちゃって、マンションの家賃の収入をもらう。あとはビジネスで仕組みで得る継続的な収入っていうのは、例えばサイトを立ち上げましょう。じゃあ僕は焼肉が好きだから、このサイトさえ見れば焼肉の美味しい店が分かるとか、焼肉の秘密が分かるっつって、1ヶ月に1億 PV ぐらいあると、もう1億 PV ぐらい見られる巨大サイトだとなると、今度はその人気サイトを作ったから広告収入があるんですよ。だから他の焼肉屋さんがここにね、バナーっつって広告を貼らしてくださいっつって、あ、いいですよっつって、それ10件1個月20万とか、それで200万じゃないですか。何にもしなくても、記事をね、例えばアップしなきゃいけなかったら、ライターさんに、1記事いくらってお金を払いながら、どん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 アップしてもらって、で、自分書かなくていいんですよ。たまに焼肉を食べたのをスマホでポチッと押して、その写真をちょっと記事に上げるとか、ブログを少し書くぐらい。で、もうそれも全自動にしたかったら、ライターさんに依頼してからやってもらう。で、お金がお金を生む仕組みで、どん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 200万円と400万、500万って広告収入が上がっていくっていうのは、サイトの投資っていうかビジネスですよね。人気サイト、人が集まるところにお金は集まるので。で、その中で働き方っていうのがあるんですよ。働き方が4つに分かれます。ESBI。まず従業員。会社で働く社員さんとか、その辺のコンビニの店員さんとか、スタバの店員さん、みんなここに入ります。従業員。会社に属してお給料をもらう人たちですね。で、この S っていうのは自営業者。自営業者っていうのは個人もそうですね。例えばペンキ屋の社長、一人社長、リフォーム屋の社長、不動産屋の社長。これもみんな自営業ですよね。会社も経営して、まあ、従業員がもう100人、200人あっても、これも S に入ります。B っていうのが、ここはね、B クワドランドつって4つに分かれるんですよ。4つに、旅行つって。この B っていうのは、ビジネスオーナーです。だから何かのビジネスを所有してるとか、会社のオーナーだったり、さっきね、僕が言った何かの仕組みのオーナーです。だから何も自分が動かなくても収入が入るストック収入を持ってるところですね。ビジネスオーナーっていうのはそういう仕組みを持ってて、自分が働かなくても入る収入を持ってます。で、 I っていうのは投資家ですよね。投資家、何かに投資してお金を得る、まあ、例えば投資家って言われるのは月利 10% の FX の自動売買がありますっていうのは、それ投資家じゃないんですよ。ほとんど詐欺です。投資じゃなくて投機だし、ギャンブルなんですよ。投資っていうのは違くて、めちゃめちゃ攻めるのもあるかもしれないんですけど、自分の資産を固く運用していくんですよ。だから投資家っていうのはある程度の資産が持たないと意味ないんですよ。じゃあ100万円で1年間で1万円増えるのを10年やってどうですか？
10万円ですよ。100万円の種銭だと。複利じゃない計算ですよ。そうなると、種銭をたくさん持ってた方が有利じゃないですか。しかも 1% とか 3% ぐらいの年利でね、増えていくっていうのは、まあ、固い投資って言われるんですよ。じゃあ、100万円で1万円だったら、1000万だったら10万じゃないですか。1億円だったら100万。10億円だったら1000万。100億円持ってたら1億円増えるんですよ。1% でも。で、100億円をそのまま置いてたら1億円ずっと回ってるんで、毎年1億円何にもしないで入ってくるじゃないですか。これ複利で回すともっとすごいことになるじゃないですか。だから現金を大きく持ってた方がいいんですよ。だから投資家になるってことはいきなりお金をどっからか奪っちゃうわけじゃなくて、何かしらバイトから始めてお金を貯めて、この ESBI を順番通り行くわけですよ。でまず働いてお金貯めて、で何か起業したりして、でこの S に入ってって、でもうちょっと収益が上がっていくと、今度は何かの仕組み、ビジネスオーナーになって、そのビジネスから入ってる仕組みをまた投資活動に回すっていう、この順繰り順繰り回るっていうのは B に行かないと収益がストック収入にならないんですよ。不労収入で自分が働かないと入らないのをまず ES で頑張って、そして BI のこっちの B クワドランドっていうところに行くんですね。そういう形で各クワドランドっていうのが働き方の特徴があります。だから選択できるっていうのは、ここをまず理解しないとダメです。これはね、金持ち父さん、貧乏父さん、これはロバート清崎さんという世界の本当大ベストセラーの何億部出てるやつがあるんですけど、そこのいろんなシリーズがあるんですけど、そこで言われてるものです。ここはビジネスしたりとか働き方を改革したい人は必ず通るとこなので、まずね、なんか興味があったら見てみてください。本要約チャンネルとか、いくらでも YouTube で無料で見れるので見てみてください。